神宮寺レイト。当時大学生でホストを始め、現在は最年少の主任を務める。歌舞伎町一大勢力 KG プロデュースの姉妹店として活躍を続け、確固たる存在感を示すボーチェを牽引し、未経験入店から数多くの活躍者を輩出するボーチェの象徴的な存在となっている。前回彼の自宅へ訪問。大学生だった彼がホストを始めた経緯、ホストへの真剣な思いを聞かせていただいた。ホストを始めて、大体初めてお客さんできたのが2ヶ月、全然経験もなくて未経験で、まだ右も左もわからない自分を指名してくれて、まあ、自分に対して新人戦の時にシャンパン入れてくれたりとか、すごい僕のためにしてくれて、まあ、それを受けてここまでしてもらってるし、やっぱり僕も自分もやっぱもっともっとホストという仕事に向き合っていきたいし、お姫自身にももっともっと向き合っていきたいなと思って、やっぱりどうしても大学両立だとないがしろになっちゃったりとか、ごめん学校があるからって言ったりとか、じゃあホストを真剣にやりますってなった時にも、じゃあ学校があるからミーティング出れませんだったりとか、大事な時に出れなかったりとかするので、そこはもう真剣に向き合って、やっていこうと思って。今回は誕生日のお祝いでお客様と過ごす休日に密着。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。1年ちょっとぐらい、面白いからね、説明をしたきっかけ、飲み直し最初してくれたんですけど、記憶ないんで、そう覚えてないんですよ、酔っ払ってて覚えてないし、飲み直し選んだ理由も名刺が写真でカラフルで可愛かったなって、そういうなんか理由だったので、初対面の時は元気いっぱいすぎてうるさいなと思った。記憶ないけどイラッとしたことは覚えてる。意外と LINE とかだと丁寧というか、もう今の子のこと考えてくれてると思いますし、初対面のギャップ、元気いっぱいに比べて LINE とかだとちょっとおとなしく優しめな感じのところが良かったんじゃないかなって思います。初回で飲み直ししてくれてっていうと、ぐいぐいこう言ってお店来てよみたいな感じの人が多いと思うんですけど、気遣ってくれて、そんな無理にお店来るっていうよりはちょっとお話ししてみたいなみたいな優しい感じだったので、そこはしつこくなくていいなと思いました。みんなから愛される、愛されキャラだなって思います。従業員の誰に聞いても、代表とか先輩とか後輩とかに聞いても本当にいい人で、他の人のために尽くせる人だって言われるので、それってやっぱなかなかないことだと思うので、人柄であり才能なんじゃないかなって思います。愛されキャラ、その自分で愛されキャラっていうのはちょっと言いづらいですけど、それ割となんかおバカするタイプなんで、勢いに身を任せてなんか結構ノリと勢いでやる時もあるんで、結構わちゃわちゃタイプだなと思います。一緒に楽しむことが多いと思います。人間の一生懸命なところというか、アルバイト感覚とかいい生活したいからホストやろうみたいな、そういう感覚じゃないところはやっぱり尊敬できると思うし、お仕事に対してのそういう姿勢とか、まあ、そこが愛されキャラにつながるとは思うんですけど、いろんなことを素直に話してくれるところ。初めてのそんなホストだったので、もうテレビとかそういうイメージだとあんまり良くないイメージがあったんですけど、実際話したり一緒にいる時に結構いろんなことを正直素直に教えてくれたり話してくれることがあって、ちゃんと向き合ってくれるんだなって、そこがすごくいいところだと思います。やっぱり聞くとやっぱ照れるっていうか嬉しいですね。寄せてくれて、なんかちゃん俺のこと見てくれてるとか、他のお店を知らないのでもあれですけれど、他のみんなもすごく優しいし、
アットホームな感じがするというか、いろいろ話を聞いてくれたり楽しませてくれたりとか、お酒を飲むだけじゃないところもすごく楽しいし、いいお店なんじゃないかと思っております。頭で考えすぎないでほしいかもしれないです。例えばこういう言葉を言ったら女の子が喜ぶとか、こういう対応をすればこの子を指名してくれるとか、こう感覚的に分かったりするようになるじゃないですか。なんかそういうことよりも考えすぎず素の自分で勝負できるような人であってほしいですね。まあこうやって日頃の感謝の気持ちだったり、一年ちょっとね、こうやってついてきてくれてるんで、ずっと仲いいってわけではなかったんで、喧嘩することもたまにあったりとかしたんですけど、まあそれでもついてきてくれて、誕生日当日も迎えて、こうやってお祝いできたのが嬉しいなって思うし、こうやって来年もお祝いできたらいいなって思う。ぜひこれからもよろしくお願いします。でも一番はやっぱ嬉しいっていう反応が見れたんで、それが一番良かったなって思います。良かったです。なんかよそしくなっちゃって。お客様のインタビューを通し、神宮寺レイトの新たな魅力が見えた今回、次回は昇格祭に密着。